はい、それではね、こちら岡山県産のね、ストレッチデニムの紹介になりますね。ナチュラルカラーの、ストレッチデニムということでね、まずこの生地なんですけども、実は、ちょっとね、少しこういった形で、若干ちょっとところどころで汚れまではいかないんです。こういったね感じの色がねこうついてしまうことがあります。それによりね非常にお値段安くなっておりますので、ぜひちょっとその辺も参考にしながらね、動画を見ていただければなと思います。はい、でまずね、この生地なんですけども、まあストレッチデニムになるんですけども、色がね見ていただいた通りナチュラルカラーになっております。もう綿のね綿花のそのまんまの色でね織り上げた、特にねこのカス残しってね、これね皆結構ね好きな方いるんですよね。こういったもう自然のもの綿のねその自然のままでねこう織り上げると、こういうね綿のこのカス残しっていうこうナチュラル感をねこう楽しめるようなね、そんな色合いにねこう仕上がるんですよね。色目もねやっぱりこう生成りのカラーってね何とも言えないやっぱりこう良さがありますので、ぜひね参考にしていただければなと思います。はい、でこれ厚みがですね大体9オンス相当のデニムになっております。9オンスってねデニムの中でそんなに厚いタイプじゃなくね、割合と使いやすい厚みなんですよね。でストレッチもね結構いい感じでこうやって効いてますし、非常にねこう使いやすい生地なんじゃないかなと思います。風合いもね最初から程よいもうこう柔らかさもありますので、いい感じにねこう着こなしできるんじゃないかなと思います。はい、で最後にね生地幅になるんですけども、生地幅もねすごくこう幅が広くてですね使いやすいタイプになってますので、洋尺の方もね余裕を持って使っていただけるタイプとなっております。